さあということでございましてですね、富山さん、まだまだお知らせしたい情報があるということでございますのでですね、はい、ここから告知タイムをかけてゲームにチャレンジしていただきましょう、うん、題しまして4種類の愛してるって叫びましょう。さあ今からですね、4種類の愛してるというシチュエーションが出題されますと、ユーザーの皆さんですね、一番心に響いた愛してるに投票してください。富山さんはどの愛してるが一番多く投票されたかズバリ当ててください。1問当たることに5秒の告知タイムゲットでございます、はい、ということでございまして、問題が、こちら、こちらか、はい、さあ、どうしましょうかね、部長ね。待って何もできんの、あ、でもまあ一応これね、まずは、はい、じゃあどの愛してるが一番心に響く、1番むにゃむにゃ寝言での愛してる、じゃあちょっとお願いします。むにゃむにゃね、むにゃむにゃ寝言な感じでちょっと愛してるって言っていただいていいですかね。愛してる。おいおいおい、素晴らしいですね。あ、落ちた。落ちましたよ。いいだって、2番お酒の力を借りてようやく言えた愛してる。だって愛してる。次の日覚えてないんだよね。私なんか言った、私なんか言ったってなんで。3番、はい、海で初デート、本人に面と向かって言うのが恥ずかしいから海に向かって叫ぶ愛してる。海に向かって、はい、ジャボーンジャボーン、愛してるちょっと皆さん動機の方大丈夫ですか。一回ずつちゃんと落ち着いてくださいね。私が大丈夫じゃないですよ。4番、付き合って3年目、はい、ちょっと不安になった彼女が言う、ねえ私のこと愛してる。待って待って、行きましょう。3、2、1、どうぞ。ねえ私のこと愛してる。おいおい、バカ、何言ってんだよ。口で言わねえのは愛してるってちゃんと毎日思ってるからだよ。でもお前のこと不安にさせちまってごめんな。愛してる。甘い。さあ1番2番3番4番、皆さん消えましたかね。投票スタートです。